ともありがとうございます。お疲れ様でした。今週1日目、お疲れんこんです。休みさらえましたよ。昨日はスタジオのレッスン、スタジオレッスンしてたので、3月2日久々のスタジオ公演お待ちしてます。まだチケット受け付けておりませんけど、3月2日に日中の生誕祭がスタジオ公演でありました。その夜に花だれ公園で卒業公演があります。嬉しいです。スタジオできること、ラストの道がいるスタジオになっております。絶対に見に来てね。お早めに皆さんお早めに、このスタジオマジでマジで見た方がいいです。生でマジで生で見に来てください。道のファンの方がたくさん来ると思うんですけど、皆さんも頑張ってください。アリミチュ推しの方頑張ってください。ギフトありがとうございます。キャンディーハートクッキーフォローしました。もうありがとうございます。ルームフォローありがとう。どうなってるかちょっとわからないですけど、ここがリボンになってます。肩がかわちいです。これじゃーん、横から見るとリボンね。リボンが来るようになってます。かわいいです。カキラあんま着てなかったのが来ました。特に歌のレッスン行っただけですけど、ふふふふ、こんばんは。なんでこの木はこんな方向を向いているんだ。何があったんだ。雲の上の存在知
ひみそらの、いやあの人大げさやけんねいちいち大げさやけんね。そんなことないっすよ。こんばんは。だって小6までしかいてないのに、アッシュ小6で雲の上の存在なわけなくないですかただのが緊張ですよただのが緊張。でもなんか池にもビビられてたらしい。すごい人がいたみたいなイメージだったらしいですよくわかりませんけど。こんばんは。吉マーク反対ですねドーナツハートです。ドーナツが先です。峰吉マークつけてね。こんばんは。ドゥルル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 ルっていう。でまあ卒業してすぐ STU に入ったからさ、し一緒にやっとった子たちもいっぱいおったけ、あーみたいな、やっほーからんけどそんな感じだったんですけど、なんか行った時あなんか誰か会ったとかあったりとかしたらね、なんかSTUの人が来たみたいな感じだったけど、今はほんまに挨拶が知らんすぎて、7年も経ったんでね、卒業して7年も経つと知ってる子がおらんすぎて、そういう感じですって感じになるそういう感じ、全然ダメですねそのしみちゃんとかがまだ入ってなくてキャーって言ってくれてた方が楽しかったですけどチヤホヤ隊だったね。クッキーありがとう。チャーモギフトありがとう。そんなもんですね、7年も経つと変わり変わりゆきます。スーパーシャイスーパーシャイ、受けない。スパシャイ、スパシャイ。ドン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 。2.5 期はリオツンだね。リオツンは小学校1年生の時から出会ってます。リオツンがね。アイサが5年生、6年生、これ4回ぐらい。2年ぐらい一緒だったんかな。4回ぐらい一緒に発表会とか出た気がしますけど。
うん、マジで覚えてるね。それはりょうちゃんは逸材でしてる。こんばんは。さくらちゃんとだったりだった話好きって知ってんのかい。知ってんのかい。さくらちゃんね、さくらちゃんとはピオニー時代ね、ピオニー時代にクソガキ3人をまとめてくれた素晴らしいお姉様です。もう天才的なお姉様です。ポストされてる、あれ、ね、マジですごい、知らないと思うんですけど、さくらちゃんはマジすごいんですよ、あのその偶然すぎる感じが。さくらちゃんは一旦帰宅、帰省、なんだ帰省で東京から帰ってきてたんですけど、広島に。それで、まあ、また東京に戻るからキャリーとか持って新幹線乗る前になんかご飯買ってっていう感じだったんですよ。それでアイソはアイソは広島駅でお腹空きすぎたからご飯食べて帰ろうと思って駅にいたんですね。そしたらその日は雨で、あの傘をね忘れたんですよ、ご飯屋さんに。みたいな。いっそ普通に家に帰って気づいて、えっ傘持ってってたのに手に持ってないってそう、ただのボロボロビニール傘とかだったら別にいいんですけど、もうねお気に入り大事傘だったから、取りに帰ってこいって言われて、でしぶしぶ家に帰ったのにもう一回駅に戻りまして、もう全速力でこう傘はどこだどこに忘れたんだ、そのご飯屋さんか駅のホームか、まあどね絞られてるじゃないですか。その傘を全速力で探してる途中に出会いました。すごくない、なんか傘忘れてなかったりとかしてもう一回駅に戻んなかったら会わなかった、すごすぎない。ケンケンミラーボールありがとう。えひそうな可愛くてミラーやめてやめてくれ。お仕事帰りとか言われて、いや傘忘れてね傘忘れてあった家から戻ってきたって言ったらマジ変わってなくて、で笑われました。小学校の時からマジ変わってなくて、ポンコツ具合が変わってなくてって笑われた。そう運命の傘です。そう運命の傘ける運命の傘です。マジ運命すぎるよね。アイサがポンコツじゃなくてちゃんと傘持って帰ってたら会ってなかったです、うん、取りに帰ったら出会ったっていう。偉大な先輩は盛りすぎやて、盛りすぎ持ち上げすぎ。出会いって偶然。そうね、マジでそう、マジでそう。
リュウツはマジ1年生、小学校1年生の時からマジで歌うまかったですよ、みたいなぐらいうまかった、びっくり。アイさんの小学校1年生の時なんてもう死ぬほどみんながぶっ倒れるほど下手くそだったのに、もう歌の先生とかもこの子はどうしたこりゃーぐらい下手くそだったのに、1年生の時からめっちゃうまかったですね。パワー。旅行中なんすか。いいね。いいね。スリコの傘で踊りに来ますね。記入。ギフトありがとうございます。ぶっ倒れるほど下手なのに折れずに続けてないでしょ。普通にね何も考えてないけど、小学校の時何がどこが下手なんか分かってなかったよ普通に。なんでこんなにみんなは驚いているんだ、私が歌っただけで何がおかしいんだぐらいしか思ってない。ハッピー女だから。沖縄、鹿児島、九州、九州散歩九州散歩ですか。いいね。初訪問ありがとう。こんばんは。ダンスが飛び抜けてる感じ、飛び抜けてるかは知らんけど、ダンスはね才能あったよ、4歳の時から踊れてたよ。ダンスはセンスありました。センスじゃない多分、歌のセンスは全くなし全くなし。ダンスは4歳の時からそこそこ踊れてましたよ。ハートありがとうございます。メンタル、メンタルメンタル強い、強すぎる。アイスよりメンタル強い人おるんかな。なんかいつもなんかおもろいメイクさんにもなんかいじめられとったとしてもいじめられてることに気づかなそうだねって言われるけどマジでそうマジでそうだと思う。いじめられた記憶がないけどどっちかというとアイサがクラスの中心のチームにおったけえさ、そこをいじめる人なんておらんや。なんかいじめられた記憶はないけど多分いじめられとったとしても気づいてない。そんぐらいのメンタルの持ち主なのでみんな何でも聞くで相談あったら何でも聞くでって感じです。ハートありがとう。バキバキダンスのスタジオが見たいだと。それは次の
スタジオ怖いよ。お楽しみに。3月2日みちの生誕祭、スタジオでやるのはラストになることでしょう。絶対に見に来てほしいです。昼がスタジオ、夜が花だれで卒業公演となります。お待ちしてます。マジで楽しみすぎる。スタジオができることが楽しみすぎます。ここは第一期成人キャンディー、ありがとう。ことちゃんありがとう、かわいい。チケットはまだですよね。チケットはまだなんですけども、3月2日ゲバントホールでした。ゲバントホールにてお待ちしております。ありがとう、ネギ師匠、キャンディーありがとうございます。そのオーラってなんやねん。サラピーだけやろ。オーラあるの。挨拶清水オーラある。ありみち推しね、ありみち推しの皆さん頑張ってください。ぜひとも頑張ってください。まあそこまで上げといていつもと同じ瀬戸井だったらちょっとウケるけど。まあそういうこともあるだろうが、見に来てほしいと私は思っています。私は見に来てほしいなと思っています。みちの生誕祭スタジオでやるときはいつもセトリが変わるときっていうね、ジンクスがあるんですけど、今回はどうなのか。最後のスタジオと花ドル、みちのね、見に来てください。お願いします。ふふふふふふこんばんは、クッキーありがとう。かゆーかゆめっちゃウケ。どれぐらい人に優しくしたら昼よりどっちも当たるか。ゲバントやからね。ゲバントやから皆さん頑張ってください。トレーンやったんかな、会場が。分からんけど。
チルさん、クッキーありがとうございます。あ、そっか、3月31日のみちゅ様の卒業コンサートの方はチケットが開始されておりますチケットの席の名前はロタセンス良すぎはロタ、お月見席と、なんだっけ、望遠鏡望遠鏡席みたいな、お月様を見れる席となってます。天体観測、外しちゃった。そうそう、それそれそれ。センス良すぎはロタです。こちらの方は、受付開始です。お待ちしております。こんばんは。みんな望遠鏡持ってこれる席みたいなのないんですか月見るようなこんばんは。ギフトありがとうございます。葵ちゃんマジ無理やろ、無理やろ、ピアノ弾けんねんそんなピアノ弾けんねん、ドラムでいいならピアノは無理やねん。こんばんはピアノ弾けるってマジ強いよね。マジ強い。なんでやめたんやろ、アリサってセンスなかったんですよ、ピアノ。そういえば保育園の時ピアノ習ってた。ピアノ習ってましたけど才能なし楽しさ分からずすぐやめた。こんばんは。ピアノは才能に強いよ。訪問ありがとうございます。こんばんは。嬉しい。ソロ公演ね。
会でもできたら嬉しいです。私もいい揺れんか揺れとんかな。下の2階でやるより2階にあるんやけど、電子ドラムアイスが叩き寄るときにリビングにおる人たちに聞いてみた揺れとるかどうか分からんな。こんばんは。ゾロコンってなったらどうやって決めるんやろうね。もう決めれない、セトリ決めれなくない、ね、あれもこれもってなっておかしくなりそうあれもやりたいしこれもやりたいしギフトありがとうございます。リュック背負ってるやめてなんでリュック背負わないかん。リボン、肩リボンリボンが見えてない方がいいんですか。ラリラリラ、肩リボン、肩リボンですリュック背負うわけないやろハートありがとうございます。こんばんは。ランドセル以外でリュック背負ったことない。んなことはないやろんなことはないがな。ちゃんとレッスンはリュックで行ってましたよ。リュック背負って行ってましたけど、今はマジ少な。最初の頃はなんか靴も持っていかないかんし、なんか配られるさ立ち位置表とか持って帰るよとか、ファイル、リュックに靴とファイルとタオルとお水とみたいな入れて持ってこうリュック背負ってレッスンとか行ってましたけど、今はもうお財布ともう水替えればいいからさ、お財布、目薬ぐらいしか持っていかないレッスンバリ少な、荷物バリ少な。
そう、置きっぱですよ。靴箱があるのでね、レッスン場に。靴箱に靴入れ、靴箱マジありがてえ。靴入れて、その立ち位置表とか、もうすぐ頭に入って大丈夫ですっていうやつは、その場でポーイって帰るけど、シュレッダーにウィーンってやって帰りますけど、そのコンサート、周年コンサートとか、なんか大事な大事系のやつは靴箱に入れて帰ります。レインボースターありがとう。ダンスシューズ2個ありますよ、白とピンク。服によって変えます。服装によって変える。白とピンク置いてます。そのバレンタインに向けて恋人が欲しいので、恋はマッチングアプリが向いてね。遅ない、間に合う、それって間に合うんかいね。そんな明日欲しい人を今日探す。頑張ってください。応援してます。こだわり。本当はねピンクだけだったんですよ、ずっと。ピンクとか赤とか、レッスンシューズは目立ってなんぼみたいなとかあったけど、さすがになんか、ね、無難な色も置いとかなと思って白途中で置いた。白かピンクか、まあ今日の服装によって決めます。かわいい。なんか何があったわけでもないのに、別にかわいいの引っ張り出してしまった。別にええけど別にええけど、黒はいらないです。黒はいらないです。暗くなるので足元が。入んないし、2足までしか入んない。こんばんは。レッスンシューズそんな何個も何個もいらない。大谷まりなさんとかレッスン場に置いて帰ってますからね、あの人。本当にあの人ずっともう代々受け継がれるレッスンシューズだと思う。コロニャンコさん、だるまありがとう。それをレッスン場に靴を置いていない清水さんが履いてます。これ誰のかねって言って、
借りますって言って履いてますよ。ルームフォローお願いします。ルームフォローお願いします。フォローしました、ありがとう。ありがとうございます。好きな色、好きな色ってその一色だけなん？一色だけしかダメなんですか？好きな色はいっぱいあるやろ。最近は赤やね、赤、赤にハマってます。バレンタインだからかな。この世の中が赤に溢れてるからかもしれんけど。バレンタインデイキース、分からんけど赤、赤が可愛い。赤ニットとか、この冬赤ニットいっぱい着たし、このワンポイントに赤ついてるやつとか、赤いカバンがね、チャビーのハートしかなくて、もう小学校の時から使ってたチャビーのハート型の赤のカバンしかなくて、ちょっとね赤のカバン欲しかったけど、でもいいピンとくるものを見つけれませんでした。でも春になるけど、春になるからって言ってパステルカラーは着ないですよ。アイスパステル薄春みたいな、春ですパステルカラー似合わないから、パキッとしたもう我がみたいな色しか似合わないから、うっすらした色、春さ着てたら可愛いけど似合わないんで、それぐらいですかね。まあ嫌いな色といえば、初訪問ありがとうございます。ルームフォローよろしくお願いします。ポチさん、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。うん、ピンク好きですよ。ピンク。ピンクちゃん。こんばんは。服であんま持ってない色は。この前この色め全然ないなと思ったんだけど、ちょ忘れたわ、何やったっけな忘れたんかい。
はね、黄色とかやね、マジ黄色、黄色とかマジで着んな。一個黄色い、なんかからし色、からし色のニット一個しか持ってないかもしれない。黄色がなないんですよ。緑はめっちゃある。緑とか、うん、青、緑、青、ピンク、赤、黄色い服全然持ってない。キャンディーありがとうございます。キャンディー、グレーが死ぬほど増えましたね、今年の冬。赤ニットとかと合わせたくて、グレーの服が爆弾ぐらい増えました。カッキーありがとう。あ、紫とかも意外と服では持ってないですね。紫、黄色、そんぐらいやな。こんばんは。黄色、蛍光黄色のパーカーありますよ。死ぬほど目立つやつ。うん、なんか、冬の、まあもう冬終わるけど、冬のコンサート練習期間とかに着る。そう、蛍光黄色のもう鬼目立つパーカーありますよ。全員、研究生とかを含めて全員が同じ動画とかに映ってたら自分探すのむずいやん。そういう時に着る。動画の中で自分探すために着るけど、まああんま着ないですけどね。目立ってなんぼですね、レッスン着とかでも。黒と白とかで言ってたらね、マジでね、どこにおるかわからんの、自分が。ものまね練習してから、ね、楽しみです。あと1ヶ月後ぐらい、来月ですね、楽しみです。くまさん、ハートありがとうございます。目立つの好きというか、ぜひ自分の好きなものを貫き通しとったら目立っちゃっちゃってじゃーっていうだけやで。別に目立つのが好きなわけではなくはないけど。それだったらアイドルにならんか。つほうもありがとうございます。ルームフォローお願いします。
やめて、怪獣やで。恐竜な。タツ、タツコーデ、ね、怪獣やめてもろて。そうね、広島はピンク、ドレスコードピンク、ピンクを取り入れてコーディネート組みますね。お楽しみに。でもね、なんかね、考えてみたんだけど、ピンクのものさ、なんかもう大体出した気がするんよね。ちょ待てよって感じではあるけど、まあ任せてください。ちょ待てよ。持ってるピンクの服なんか何かしらでもう使ったくねえかって思ってるけど、まあ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 、お楽しみに。キャンディーありがとうございます。初の訪問ありがとうございます。ゲームフォローよろしゅう。今日のコーデはデデン。今日のコーデ悔しいの、またこれ着よ、また着て写真撮ろう。そんなに好評だとは。リュックじゃないですよ。じゃーん、これはですね、シャツ、青シャツにこのグレーのやつを重ねて、グレーの短パンを重ねて、重ねてないか、グレー、じゃーん、サメ色、サメ色コーデです。冷めた色、青とグレー、じゃーん、ここにグレーの短パンを合わせので、黒いブーツ、ショートブーツを履きます。今日はめちゃめちゃあったかかったんですね。なので上着とかもなくて、これで OK です。このまま歩きました。ちっちゃい黒のゴツめのね、ちょっと甘、このリボンとチュールで甘系になったので、ちょっと辛辛要素というか、ゴツめのカバン持って、ゴツめのね厚底ショートブーツ履いて、甘辛ミックスコーディネートとなっております。そんな感じです。サメ、サメではない、サメ色。サメ色。今サメ色、そっちはサメでもあるから、まあサメっぽくね。間違いではない。何、感触。なんて言うんですか、感触か、どっちかというとサム色。そんな感じです。クッキーありがとう。このレイヤーを作ったから、このこれを残しのポニーテールするのにハマってるんですけど、前まではこれも全部あげてたけど、これを残してっていうのにハマってるんだけど、ここのさ間何って感じじゃない。なんかね、これも困ってるんですよ私。このレイヤーがな、前にありすぎるんか分からんけど、ここにね間ができんの。360度見たらこう変みたいな、こうこうこうじゃないですか、こうなんかバラケローみたいな、全員バラケローって感じなの。ここに間ができんの。
これはもう調査、もう一回美容院に行ってそミーティングしないから、この間は修正し直さないか。ねえ、前からいいんだよ、なんかここハゲ取るみたいな感じで嫌やない？ここどうしたらええんすかね。でもここのここにある髪の毛を出したらめっちゃ長いんですよ。もうめっちゃ長いし、ここがもう重たくなるから、そんな下ろせないんだが、この間なりみたいな横から見ないでくださいって感じ、ね、嫌になっちゃうわね。これ修正せないかんところでした。ハートありがとうございます。ではそろそろ私は筋トレタイムに入ります。まだやってたんかい。今から筋トレタイムに入りましたね。そろそろ終わりたいと思います。体幹を鍛えていきます。13位、まさかさんありがとうございます。12位、バーズルさんありがとうございます。11位、バンジャラさん。10位、タイムファイヤーさん。9位、ココア第一期成人。8位、コロネちゃん。7位、あやさん。6位、クマちゃんありがとう。5位、そうちゃん。4位、ケンケン。3位、カラコンウィンク、エキビさんの曲ありがとうございます。2位、エスベイさんありがとうございます。1位はドゥルルルン、ミスミさんです。ありがとうございます。昨日ね、初めてなんか違うのやって、韓国アイドル筋トレとかやっとったんやけど、今まではずっとなんか違うのやってみたいと思って、バランスボールがあるからバランスボールピラティスみたいなバランスボールピラティスみたいな動画を真似してやってみたら、もうやばいほどきつくてそんなできるわけなかろうがみたいなやつあって、ちょっともう一回やる、リベンジする。皆さんもやってみてください死ぬほどきついのがありました。それではおやすみなさい、バーイ、ビャーン。